皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、認知症の診断に大病院が良いとは限らない、認知症の診断に大病院が良いとは限らないというお話をさせていただきたいと思います。まあ皆さんが普通に何か大きな病気になった時、例えば癌になった、心臓の手術を受けなければいけないというような時は、もう当然大学病院もしくは、地域の基幹病院と言われる病院に受診をするというのが普通であります。まあそれは、僕も正しい判断だと思っております。ただ認知症はちょっと違うんですね。実は認知症の患者さんをですね、たくさん見ている、医者っていうのは誰かというと、実は開業医がかなり頑張ってるんですね。だからまあうちなんかでもですね、地域の中では基幹病院に負けないぐらい患者さんが集まってきていただいてますし、うち以外にも全国で開業医さんのレベルで、認知症患者さんをいっぱい見てるところというのはたくさんあるわけであります。じゃあそれがなぜかというお話を今日はしたいと思います。で、まあ、うちなんかでもですね、よく、まあ、1、2年前、場合によっては数ヶ月前に、大きな病院で認知症のが不安で受診したけど何もないって言われた、でもどう考えてもおかしいからもう一回見てほしいというふうに来られる患者さんは山のようにいらっしゃいます。山のようにいらっしゃいます。で、うちで診断をするともう結構認知症の初期、場合によってはさらにその前の早期認知症であるという患者さんということはすごく多いんです。だから逆に、大病院で軽い認知症じゃないって言われて 2,3 年後にものすごい認知症になっちゃったっていう方もいっぱいおられるんですね。で、じゃあなんで彼らがそんなミスをしてしまうのかっていうことにはですね、ある理由があるんですね。で、まずやっぱり大きな病院ってなかなか時間が取れないんですね。で、僕も実はまあ地域の基幹病院で働いてたこともあるもんですから、そんな認知症の診断に、まあうちなんかだと一人の患者さんに1時間ぐらい時間をかけるわけなんですけど、そんなことできないんですね。だから例えば家族歴だとか、家族がどんなふうなことがあって、どんなことで困ってる、どんな症状があるかっていろいろ聞いていくわけです。そうすると、いろんな症状がある、分かってくるんですね。あ、これはどう考えても認知症の初期やん、みたいな感じで。で、認知症っていうのは実はこう、問診ってすごい大事なんです。で、大病院の方、先生方っていうのはどうしても時間がないもんだから画像に頼りすぎちゃうんですね。画像って変だし、医者からは手離れるじゃないですか。あ、じゃあ誰ださんとりあえず CT 取ってきてください。MRI 取ってきてください。脳血流診治取ってきてくださいっていうと、これ画像だけなんですね。そうするとまあ画像だけ取って見てきてもらって、パッと見て、まあ異常がなければ異常がないって言ってしまう傾向があるんですね。確かに MRI だとか脳血流というのは診断にとても有用です。まあ、僕も当然それあたりも使うわけなんですが、何よりも大事なのは問診であり、あとは質問形式の検査がすごく大事になるんですね。だからうちなんかでもそうなんだけど、画像がどれだけ正常であろうが、日常の生活の中でいろんな症状が、あったり、で、例えば料理を作らなくなっただとか、お金の管理ができなくなってきたとか、車に傷をつけてるようなことがあるだとか、近所の人におかしいって言われるようになっただとかって、そういう話を聞いてると、どれだけ画像が正常であったって何かあるっていうふうに考えるんですよね。でもそうじゃないですか。近所の人だとか第三者の方が、お宅のお父さんお母さんおかしいんじゃないですかっていうレベルの人を外来で見て、画像が正しい、正常だからって異常じゃないっていう方が僕は無理があると思うんですね。だからそのあたりはもうあとはもうしつこいぐらい質問形式の検査をし、それも結構時間のかかるやつをやると、僕の経験ではまず何らかのレベルの低下っていうのは捕まえられるんですね。で、その時点はもしかすると、早期認知症というレベルかもしれないし、認知症の初心、アルツハイマーの初期ということもあるわけです。で、その人たちは逆に早く見つけて早く治療を開始するとですね、すごく維持できることが僕の経験ではあるんですね。だからある程度進行してしまって、受診されるよりも早ければ早いほど、治療効果もある。だからどうもそれが大きな病院に行くと時間がない、画像にどうも、頼りすぎてしまうという理由で残念ながら見落とされてしまうケースが多いようであるんですね。あと僕がそういう大きな病院の先生方を見てて思うのは、家族
族の方は別に治療してほしいだけを言ってるわけじゃないってことも、もしかして、勘違いされてるのかなというふうに思うことがあるんですね。僕の患者さんなんかが大きな病院に行って、いやもう認知症治んないから、しょうがないから、治んないから、治んないからって言っても、だからもううちかかってもしょうがないから、どっか近く通っててみたいな感じで言われて、すごい傷ついてくる患者さんがおられるんですね。で、実は認知症の、ご家族もしくは患者さんっていうのはですね、確かに当たり前なんだけど治してほしいっていうのが第一ではあるんだけど、ただ今うちの、ご主人もしくは奥さんもしくは親が認知症であるのかどうなのか、もし認知症であったなら認知症のどのレベルなのか、で今後どういう流れをしていくのかってことを、結構皆さんそれを知りたがられるんですよね。だって認知症の初期で来られる人なんて、ある意味日常生活困ってない人いっぱいいるわけですよ。で、困ってない人に対して、いやこの人認知症になるってるから、もういずれ治療もできなくて悪くなっていくんだよねって言うんではなくて、いや認知症のレベルの、春のレベルです、だから本当に軽いレベルです、だからもう日常生活にも何の問題もないと思います、だから早い時期に当院に受診していただいて本当に良かったですよみたいなことを言ってあげるだけでもですね、ご家族がかなり安心される。で、さらに認知症の初期ですよっていう話、まあ春夏秋冬でいくと夏ぐらいですけども、まだまだ全然大丈夫ですからねっていう。で、もし秋になって困る、周辺症状なんかも薬で大体コントロールできるから大丈夫ですよという。でも、まあ、仮に冬の段階になっても、皆さんが正しい選択、胃ろうだとか中心静脈薬栄養で無理な延命をするようなことをしなければ、穏やかに最後過ごせるんですよっていうと、仮に治療ができないと言われても、多くの家族の方は安心される。そもそも本人だって安心するんですよね。だったらいいじゃないですか、それで、っていうことをうちはずっとやってるもんですから、どうも患者さんもずっと通ってくださるし、まあ、遠方からも来てくださるのかなと思っているんです。だから確かに僕が地域の基幹病院で働いていて、なかなかそういう時間が取れなかった時は、認知症ですって診断をするとですね、なんかもう皆さん来なくなっちゃうんですよね。で、まあその時は何も考えてなかったんだけど、まあ、来なくなるってことは全然僕の外来に満足をしてくれてなかったんだなという気がします。今は本当に本当に大げさじゃなくて、うちにかかって10年15年経って、あまり進行してないねとかね、まあなんとかちゃんと自分で生活できてるよねっていう方もいっぱいいらっしゃるね。だからまあ認知症の診断に大病院が良いとは限らないっていう一つの理由が、そういった画像に頼りすぎない、および、お話をお伺いするということに時間をかけてるということなのかもしれないと思っています。まあ当院に来ると皆さんこんなにしっかりと診察してもらったことはないって言うんですけど、実は僕が診察してる時間はあんまりなくて、僕はいろいろ聞いてるから家族がいっぱい喋ってるんですよ。大きい病院行くとほとんど聞くだけになるじゃないですか。ここが萎縮してます、こんなんです、こうなりました、医者が一方的に喋って、僕はほとんど聞くというか質問するわけですね。料理できてますか、お金の管理できてますか、何か困ったことありませんか。だから半分以上は実は患者さんのご家族が喋るもんだから、そのことに対してすごく説明を受けたと皆さんは思うんだけども、実は家族の方がいっぱい喋ってくれてるんですよというのがうちの外来であるわけであります。本日は認知症の診断に大病院が良いとは限らないというお話をさせていただきました。いいねと思ったらチャンネル登録、いいねボタンを押していただければ幸いでございます。